左腕を使う。そう、うまい、うまい。さすが。むしろ俺よりもうまい。今キングダム撮影中なんですけど、キングダムで出会ったタクさんと下村さんが、クレイムサシという作品があり、それを復活させるためにっていう話をいただいたときに、もうタクさんと下村さんのことが大好きなので、キングダムの現場でも本当に、まあ、本当に侍として男として、本当に大切なことを教えていただいたタクさん、そして下村さんのためにこうそのクレムサシを復活させたいなっていう思いがあり、はい、そして今日こういう日を迎えられて本当に嬉しく思います。まあ自分が傷ついてもいいはいいんですけど、そのやっぱり本気で全員に来いよっていう撮影前に言った時に、本当に全員がめちゃくちゃ来て、開始5分でも指が折れてたっていうね。中盤で肋骨ですね、はい。で終わったら奥歯が4本砂のように崩れたっていうぐらいでしたね。キングダムの撮影中にクレイムサシのお話いただいて、でキングダムの撮影中にタクさんとキングダムの中で1分間形を決めないで立ち回りをやらせてもらった時に感じたタクさんが本当に切りに来ていいよって言ってくれて、まあ、そこで本当に戦うってことをその時に感じて、そのタクさんがあるのはクレイムサシがあったからだなって本当に思いましたし、だから77分を本当に僕とで戦うっていうことがどれほどすごいことか、なんか自分がこうアクションで感じた分とてつもないことをしてるなっていうことも本当に分かって、そんな中で今回復活させたいっていう話を聞いた時に、もうすぐ、まあ、自分で力になれれば絶対やりたいなって思いました。1分間だったけどね、はい、2人でキングダムの時に、はい、ルールなしでね、うん、やった時のやっぱりさ、まっすぐなね、うん、やっぱケントのね、剣見ててやっぱりこう嬉しかったね。それやっといてよかったなと思って、本当にむちゃくちゃに刀振ってきたけどね、うん、危なかったけどね。一回だけたくさんの手に当たって、そう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 、決めてるところで、決めてるところは決めなきゃダメじゃんっていうね、うん、そっからリアルだったのにね、はい、最初の手をもう決めずに来た時ね、あら危なかったね、うん、そう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 、当たる瞬間に切り、左腕を使う。そう、うまい、うまい。さすが。むしろ俺よりもうまい、うん、切り結ぶ感じで、もう一度だけ切り結ぶ感じで、そうね、キングダムでシーンもやってるんでね、うん、剣も慣れてます。さらになんかうまくなったね、肩甲骨使えてるんじゃない。使ってるね。あ、うまいうまい、うまい、本当にうまい、うん、ありがとうございます。素晴らしい、本当にうまい、はい、うん、そう、直接舞台上でご指名いただきましたけれど、ありがとうございます。皆さんバシャバシャと撮っていただいて、うん、ありがとうございます、うん。